今回の問題。 VTP で同期をするときには、受信した VTP アドバタイズメントが自身の保持するリビジョン番号より値が何々の場合に VLAN 情報を更新する。 VTP プルーニングを使うとトランクリンク上の何々の通信を減らすことができる。さあ、ハテナに当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を取ります。それでは答えを発表します。答えはこちらです。それでは今回は VTP のリビジョン番号と VTP プルーニングについて一緒に勉強していきます。始めていきましょう。お世話になっております、マサルです。今回は VTP のリビジョン番号、 VTP プルーニング、あとは小 VTP ステータスの見方も簡単に説明していきたいと思います。まず VTP のリビジョンについてお話をしていきます。これまでお話ししてきたように、 VTP を使うとスイッチ間で VLAN の情報を同期することができます。 VTP のアドバタイズメントはトランクポートからデフォルトで300秒ごとに送信されることになります。300秒なので5分ごとですね。送信されてきた VTP のアドバタイズメントのリビジョン番号を自分の持っているリビジョン番号と比べて、送られてきたリビジョン番号が大きければそのリビジョン番号に合わせて情報を更新します。リビジョン番号2番が送られてきたら、リビジョン番号1番がリビジョン番号2番として情報を同期して更新するということですね。自分で管理している情報よりも大きいリビジョン番号の VTP アドバタイズメントが届いた場合に、情報が新しくなったと判断して情報を同期しています。それでは VTP のリビジョンに注目しながら、 VTP の動きをパケットトレーサーで見てみたいと思います。パケットトレーサーに移動します。それでは上のネットワーク構成を使って VTP のリビジョン番号を理解していこうと思います。まずは簡単にネットワーク構成をご説明しておきます。スイッチが3台あって、どれも VTP ドメイン CCNA に所属しています。スイッチ1はサーバー、スイッチ2はトランスペアレント、スイッチ3はクライアントになっています。まずは各スイッチの VTP のリビジョン番号を確認します。スイッチ1の小 VTP ステータスの結果がこちらです。リビジョン番号は今0になってますね。スイッチ2の小 VTP ステータスの結果です。こちらもリビジョン番号0になっています。スイッチ3の小 VTP ステータスの結果も今リビジョンは0ですね。すべて0になっています。各スイッチのリビジョン番号が0になっていることを確認できたら、それではスイッチ1サーバーモードで動いているスイッチで VLAN10 を作成してみて、トランスペアレントモードとクライアントモードのリビジョン番号を確認してみたいと思います。スイッチ1で VLAN10 を作成します。 VLAN の情報に更新があったので、スイッチ1で保持している VTP のリビジョン番号を確認してみましょう。スイッチ1の小 VTP ステータスの結果がこちらです。リビジョン番号が1に更新されています。 VLAN10 を作って変更があったので、リビジョン番号がプラス1されているということです。ではトランスペアレントモードのスイッチとクライアントモードのスイッチがそれぞれどうなっているのかも見てみましょう。トランスペアレントモードのスイッチ2では特に更新がありませんね。リビジョン0のままです。トランスペアレントモードの場合は VLAN 情報を同期しないので、リビジョン番号は0のままということですね。こちらはクライアントモードのスイッチの小 VTP ステータスの結果です。クライアントモードなので、しっかり VLAN 情報を同期してリビジョンが1になってますね。VLAN 情報を同期しているので、小 VLAN ブリーフで VLAN の状況を見てみると、 VLAN10 もしっかりできています。このようにリビジョン番号が1大きくなって更新されていることがわかりますね。ここで一つよくあるトラブルをご紹介したいと思います。スイッチ4の小 VTP ステータスの結果がこちらです。リビジョン番号が今4になっています。先ほど見てもらった VTP のリビジョン番号は1が一番大きいんですが、スイッチ4はリビジョン番号が4なので一番大きい状態です。この状態でスイッチ4を VTP ドメイン CCNA に参加させると、スイッチ4はサーバーモードになっているので、 VTP アドバタイズメントを送って他のスイッチを同期させようとしてしまいます。接続するときに VTP のリビジョン番号を確認しておかないと、意図せずにスイッチ4の VTP の情報に同期してしまうということがあります。このリビジョン番号は必ず確認してから VTP のドメインに参加させるようにしましょう。それでは次に VTP プルーニングについて一緒に勉強していきます。プルーニングというのは刈り込みという意味です。
ここでは無駄に発生している VLAN の通信を刈り取るイメージだと思ってください。無駄な通信を減らす技術ということですね。まずはこちらの構成ご覧ください。 VLAN10 に属する PC とサーバーがあります。そして VLAN20 に属するサーバーがあります。 PC0 が同一 VLAN のサーバーと通信しようとします。通信するときに PC0 とサーバー10は VLAN10 という同一ネットワーク内にいるので、ARP を使ってまずは MAC アドレスを取得しようとします。 MAC アドレス教えてくださいという ARP が走って、 MAC アドレスこれですよといった応答が返ってきます。 ARP はブロードキャストされて対象のサーバーに届きます。 MAC アドレスを取得して通信できるようになります。まずはこの流れパケットトレーサーで見てみましょう。 PC0 からサーバー10に向かって通信させます。今回は分かりやすいようにシミュレーションモードを使います。フィルターに ARP が入っていることを確認してください。 PC0 からサーバー10に向かってピングを打ってみます。それでは PC0 からサーバー10に向かってピングを実施します。すると ARP が発生しますね。 ARP はブロードキャストなので、スイッチに届いたらスイッチは受信したポート以外全てのポートからブロードキャストを行います。そしてスイッチ6からサーバー10を経由して、サーバー10から ARP で MAC アドレスの応答が返ってくると、このような流れで MAC アドレスを取得することができます。今の ARP の流れで実は無駄な通信が発生していました。皆さんお気づきになったでしょうか。少し通信を戻します。 PC0 から ARP の通信が発生しました。スイッチ5でブロードキャストされます。はい、まさにこの通信ですね。この先には VLAN10 は存在していません。なのでブロードキャストとはいえ、こちらに通信をする必要はないんですね。このようなトランクリンク上の無駄な通信を発生させないようにする技術が VTP プルーニングです。各スイッチが情報を連携して、この先には VLAN10 の装置はないから、ブロードキャストの通信とはいえ VLAN10 の通信はこちらには必要ないですよという情報をやり取りして、トランクリンク上に VLAN10 の通信が来なくなります。過去動画で紹介したアラウド VLAN を使ってトランクリンク上の VLAN 通信を制御する方法もありますが、アラウド VLAN の場合は固定的に VLAN を制御します。ただ VTP プルーニングの場合はスイッチ同士が連携して情報をやり取りするので、動的に不必要な VLAN の通信を削除することができるようになります。本来であれば VTP プルーニングもここで実演してみたいところなんですが、パケットトレーサーでは VTP プルーニングの技術がサポートされていないようなので実演することはできません。ただ VTP プルーニングという技術があって、トランクリンク上で発生している無駄な通信を減らす技術ということはしっかり覚えておきましょう。ちなみに VTP プルーニングを設定したい場合は、グローバルコンフィギュレーションモードで VTP プルーニングと設定すれば VTP プルーニングが有効化されます。 VTP プルーニングはデフォルトで存在している VLAN1 や1002から1005に関してはプルーニングの対象になりませんので、そこはしっかり理解しておきましょう。それでは最後に小 VTP ステータスの見方についてお話しして、今回の動画は最後です。覚えておきたい項目のみご紹介します。まずはこちら VTP バージョンランニング、ここは今実行中の VTP のバージョンです。 VTP はバージョン1からバージョン3までありますが、デフォルトでは VTP バージョン2が使われます。シスコのパケットトレーサーは VTP バージョン3はサポートしていないようなので VTP バージョン2までになっています。次が VTP ドメインネーム、今は空欄になっていますが、ここに VTP のドメイン名が入ります。デフォルトではヌルチとなっていて空欄になっています。次が VTP プルーニングの設定状況、ここはさっき説明した VTP プルーニングについての設定状況ですね。ディセイブルなので VTP プルーニングが機能していない状態ですね。そして次、VTP の動作モード、サーバーモード、トランスペアレントモード、クライアントモード、3種類があります。そしてここがリビジョン番号です。VTP アドバタイズメントのリビジョン番号が自分よりも大きい場合は、その情報を同期しようとします。もちろんトランスペアレントモードの場合は、VLAN 情報を同期しませんので、そこは誤解しないように注意してください。サーバーモードとクライアントモードは VLAN 情報を同期しようとします。それでは最後に冒頭の問題の答え合わせもしておきましょう。VTP で同期をするときには受信した VTP アドバタイズメントが自身の保持するリビジョン番号よりも値が大きい場合に VLAN 情報を更新します。 VLAN 情報を同期しようとするのはサーバーモードとクライアントモードです。トランスペアレントモードは VLAN 情報を同期しませんので、そこはしっかり注意しておきましょう。 VTP プルーニングを使うとトランクリンク上の不必要な VLAN の通信を減らすことができます。アラウド VLAN と違って VTP プルーニングの場合は
動的に不必要な VLAN の通信を減らすことができます。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。